1976年の平和駅跡と周囲キロメートと周囲 1km1.5km 範囲。左上が西木沢方面。平和駅は写真中央より左手、山側の団地としほろ加別川とに挟まれた場所にあった。ここから右手の現在は平和公園になっている場所に平和工業所があり、そこへの専用線の軌道跡が残されている。本線は、 中央の平和地区の周囲を回るようなカーブを描いて、四幌ロ壁津川と道道514号線をまたいで、上端中央より左側を国鉄線に沿って夕張本町へ向かっていた。平和駅はカーブ地点よりも一旦低くなっており、西木沢へ向かう運搬列車はここで後部に放棄を連結した。四幌ロ壁津川と堂々との中間に位置していた。 工業所前駅の小さな白い待合室と、そこへ向かう小道がまだ残されている。また平和側から見て、カーブが終わる地点の内側には、夕張製作所があり、工場左側の踏切先にあった郵政前駅へ向かう小道が残されている。その外側に敷かれているのは、若菜駅から右側に見える北端火星工業所へ向かう専用線で、こちらはまだ現役である。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成平和駅は北海道夕張市平和にあった夕張鉄道の駅である夕張鉄道線の廃止に伴い1975年に廃止された北端平和炭鉱の石炭積み出し駅でもあり同鉄道の貨物輸送の拠点駅でもあった北端平和炭鉱と その住宅地だったが炭鉱跡地は運動公園となり炭鉱住宅の一部も市営住宅として整備されている。ありがとうございます。